元大阪市長で弁護士の橋本哲氏が15日 XQ を更新東京都知事選での元広島県秋田方市長石丸慎司氏による選挙戦術の在り方を批判した京都大学大学院教授の藤井聡氏を税金の只めしくらいなどと激しく罵倒した末に学者を詐欺師と評したことが問題視されたことを受け 一括りにしたのは間違いでしたと認めた藤井氏は13日に ABC テレビ、教えて。ニュースライブ正義の味方に出演。石丸氏が都知事選で若者層や無党派層に支持されて2位に躍進したことにについて選挙に得意な奴が票を集めるような選挙になっている。ありていに申し上げるが、詐欺と同じ、選挙が上手やというだけで選ばれるような時代になったら、その国は滅びるしかないと危機感を示していた。 橋本氏は同日夜の X の投稿で藤井氏のコメントを元にしたネットニュースを引用し、お前みたいな学者が日本を滅ぼすんや。何の役に立っているかの評価も受けない税金のただめしくらいが。と罵倒した。さらに、なんで学者ってこうも偉そうなんや。何の役に立つかもわからん研究をいかにも意味があるように装って研究費を引っ張る学者が世の中に多数。 こういう輩も立派な詐欺師やと連続投稿した。こうした橋本氏の、ブチ切れ、投稿に開催、開催、を叫ぶ声がある一方、もっとニュートラルに物事を捉えて発言する人だと思ってたけどなぁと同士の物言いに疑問を呈する意見も見られた。さらに、橋本氏が学者を一くくりに、詐欺師と断じた投稿に対し、研究費について誤解を招く可能性が高い投稿です。 多数の学者が詐欺師のように不当に研究費を得ているという主張は、研究費の審査方法などに照らすと現実的ではなく、事実に基づくものではありませんとコミュニティノートの指摘が付けられた。これに対し、橋本氏は15日付 X 投稿で、兄弟藤井氏に腹が立って、学者全体をひとくくりにしたのは間違いでした。と認め、大阪改革でも多くの学者に協力してもらいましたし、 今も意見交換させてもらっている学者が多数います。今後は個別に批判していきます。と回答した。橋本氏の対応に対し、X ユーザーからは、今後あって、今までは学者全体を一くくりにしてたってことですかね。すごいな、アンガーマネジメントできないのは社会人失格です。大阪改革でも多くの学者に協力してもらいました。それは学者やない。御用学者や、 などと批判的な意見も続き、冷静になってくれてよかったです。間違いを認められ、次に向かう姿勢は尊敬いたしますと評価する声も見られた。藤井氏は2012年末に発足した安倍政権の内閣官房参与を務め、18年末に同政権による消費税増税のリスクを指摘して辞任。論格としてウェブマガジン配信や多くの著書があり、元明志市長。 泉ふさとの共著も昨年出版されている。